こんにちは、シャマクロです。今回はビジネスやプレゼンなどフォーマルな場面でも使いやすい無料合成音声のボイスボックス、ネモを紹介します。通常のボイスボックスとの違いや基本的な使い方に加え、使用可能な9種類の音声デモも全て紹介します。手軽にサクッと使える合成音声としては品質も良く、シーンを問わず使い勝手のいいツールです。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。ボイスボックスネモは、ボイスボックスに追加することのできるキャラクターレスの音声合成エンジンのことです。という説明だけではあまりにも不親切なので、そもそものボイスボックスについても軽く触れておきますね。ボイスボックスは好みのキャラクターを選んでテキストを音読させることができる音声合成ソフトです。今テキストを読み上げているズンダモンをはじめ、四国メタンやカスカベツムギなどが代表的なキャラクターで、 YouTube でも最近よく見かけるようになってきたと思います。ボイスボックスの魅力は、無料で手軽に中品質な音声を作れること。イントネーションや速さの調整も可能で、商用非商用を問わず利用できる柔軟性があります。ただし各キャラクターの利用規約にのっとっての利用が求められます。ボイスボックスネモは、そのボイスボックスに追加できる音声ライブラリです。最大の特徴はキャラクターがいないこと。開発者の広芝さん曰く、通常のボイスボックスでは各音声にキャラクターがいることで、どうしてもカジュアル寄りに偏ってしまうことを課題に感じていたそうです。そこでビジネスやプレゼンなどのフォーマルな場や学校でのニーズに応えるべく、キャラクターのいない音声ライブラリを開発するに至ったとのこと。ネモはギリシャ語で誰でもないを意味する言葉が由来で、誰でもないがゆえ逆説的に誰にでもなれる、転じてあらゆる TPO に応じてニュートラルに使えるようにという思いを込めて命名しましたと公式で語られています。キャラクターのありなしで音声から受ける印象は確かに異なるので、選択肢が増えたのは純粋に嬉しいですね。通常のボイスボックスとの住み分けも考慮し、ボイスボックスネモではよりビジネスっぽさを意識したサイトが用意されています。現時点でボイスボックスネモには女性の声が6種類、男性の声が3種類あり、計9種類の音声が用意されています。通常とは異なり、各音声に名前やキャラクターの立ち絵などはなく、先入観なく音声を扱うことができます。それでは各音声がどんな声質なのか、それぞれの音源を聞いてみましょう。女性1の音声はこんな感じです。こんにちは、ボイスボックスネモです。今日の天気は晴れで、最高気温は25度です。フラットなトーンで淡々と読み上げる音声なので、ニュースなどに合いそうですね。女性2の音声はこんな感じ。こんにちは、ボイスボックスネモです。 AI アシスタントです。お手伝いできることがあれば何でもお尋ねください。柔らかな語り口で優しく寄り添うような音声で、ユーザー目線でサポートしてくれるアシスタント音声などに合いそうです。次は女性3の音声です。こんにちは、ボイスボックスネモです。ビデオ会議が始まります。カメラとマイクをオンにしてください。力強くハキハキとした音声なので、ユーザーに何らかの行動を促すビジネスシーンで使いやすそうです。女性4の音声はこちら。こんにちは、ボイスボックスネモです。お客様の口座残高は現在5万円です。お年を召した声質かつ芯のある音声で、幅広い方を対象とする公的サービスなど場面を問わず使えそうです。女性5の音声はこんな感じです。こんにちは、ボイスボックスネモです。使用中のデバイスにセキュリティアップデートがあります。こちらもビジネスシーンによく合いそうな明瞭な読み上げで聞き取りやすい音声ですね。続いて女性6の音声です。こんにちは、ボイスボックスネモです。目覚ましアラームは明日の午前7時に設定されています。少し丸みのある親しみやすい音声なので、アシスタントやユーザーサポートに合いそうです。次は男性1の音声です。こんにちは、ボイスボックスネモです。健康診断の結果が届きました。すべての項目で正常値です。柔らかく親しみのある音声で、ユーザーに寄り添うようなアシスタント音声などに合いそうです。男性2の音声はこの通り。こんにちは、ボイスボックスネモです。本日のランチメニューは
鶏肉のグリルと野菜サラダです。たくましく深みのある音声なので、男性的な目線で説得力を持たせたいシーンに使いやすそうですね。男性さんの音声はこんな感じです。こんにちは、ボイスボックスネモです。目標の運動量に達しました。ゆっくり休んでください。落ち着いていて優しさのある音声で、ニュースやプレゼン資料の読み上げなど様々な場面で使いやすそうです。ボイスボックスネモのページからは CV を担当した方のコンタクト先へアクセスできるため、より柔軟な演技や高品質な肉声の音声が必要になった際はここから依頼することができます。ではボイスボックスネモの使い方を説明しますね。ボイスボックスネモを使うには、まず通常のボイスボックスと同じソフトウェアを用意する必要があります。その後ソフトウェアにボイスボックスネモの音声ライブラリをインストールすることで使用可能になります。ボイスボックス自体を初めて触る方のために、具体的に使い方を説明していきますね。すでに通常のボイスボックスは使っているよという方は手順をスキップしてもらえれば OK です。動画の概要欄にあるボイスボックスネモのページリンクからまずページにアクセスします。利用規約を一読したらダウンロードをクリックしてください。利用案内画面が表示されるので、この手順に沿って進めていきましょう。まだボイスボックスをインストールしていない場合は、はじめにボイスボックスダウンロードからソフトウェアをダウンロードします。 OS や対応モードパッケージを選択してからダウンロードをクリックします。GPU を搭載した PC を使っている場合は、対応モードで GPU、CPU を選択することをお勧めしますが、よくわからなければ CPU を選択しておけば大丈夫です。ここでは Windows OS で CPU モードを選択し、推奨パッケージであるインストーラー版をダウンロードして進めますね。ダウンロードをクリックするとファイルの保存先を聞かれるので、適当なフォルダにダウンロードしましょう。ダウンロードしたボイスボックスのインストーラーを起動すると、セキュリティに関するメッセージが表示されることがあります。詳細情報を見ると、開発者である広芝さんが発行元であることが確認できるため、驚かなくても大丈夫です。実行をクリックしてインストールを開始しましょう。あとは画面の指示に従ってインストールを完了すれば、ボイスボックスの導入は完了です。次はボイスボックスの設定を変更して、ボイスボックスネモの音声エンジンを追加できるようにします。ボイスボックスを起動したら、設定オプションを表示してください。下の方へスクロールしてマルチエンジン機能というメニューをオンにしましょう。この設定をオンにすることで、ボイスボックスネモの音声エンジンが使用可能になります。そうしたらボイスボックスネモのページに戻って音声エンジンをダウンロードしましょう。また OS と対応モードの選択画面が表示されるので、各項目を選択してからダウンロードをクリックします。ダウンロードをクリックすると VVPP ファイルの保存先を聞かれるので、こちらも適当なフォルダにダウンロードしてください。 VVPP ファイルをダウンロードできたら、ファイルをダブルクリックして起動します。音声エンジン追加の確認メッセージが表示されますが、信頼して追加をクリックしましょう。ボイスボックスを起動している場合はソフトウェアの再起動を促されるので、再起動をクリックしてください。ボイスボックスが再起動して、ボイスボックスネモの音声エンジンが読み込まれているか確認しましょう。エンジンをクリックして、ボイスボックスネモエンジンが追加されていれば OK です。あとは使用したい音声を選択してから、読み上げたいセリフを入力するだけです。ボイスボックスネモも他のキャラクターと同様に話速や抑揚などの調整も可能です。また少し難しい話にはなりますが、必要であれば API 連携して自分で作ったアプリ内でボイスボックスネモの音声を使うこともできます。 Python からボイスボックスを使う方法については過去動画で解説しているので、興味がある方はこちらも参考にしてください。なお注意点としては、通常のボイスボックスではポート番号が50021ですが、ボイスボックスネモのポート番号は50121になります。それ以外は通常のボイスボックスと同じように使えるので、ぜひ試してみてください。今回は
ビジネスやプレゼンなどフォーマルな場面でも使いやすい無料合成音声のボイスボックスネモを紹介しました。通常のボイスボックスとは異なり、キャラクターがいない合成音声なので、シーンに合わせて使用可能な選択肢が増えるのが嬉しいですね。ボイスボックスのマルチエンジン機能という仕組みを使っているため、通常のボイスボックスのソフトウェア上でボイスボックスネモを選択できるようになり、利便性が高く扱いやすいのも嬉しいポイントです。手軽に導入できる上、扱い方も直感的に分かりやすいので、興味があればぜひ触ってみてください。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。